ミュラーレチェンバーストリングアンサンブル主催の井野久美です。そして、今回のゲストの豊島康さんです。豊島です、こんにちは。はい、12月28日に電気文化会館で、弦楽合奏のコンサートを行います。プログラムはグリテンシンプルシンフォニー、シェーンベルク、ジョーヤ、シューベルト、マーラー編曲のストーコメをお届けいたします。先生、はい、このプログラムどうでしょう。弦楽合奏の魅力を十分に楽しめるプログラムになっていると思いますので、この素晴らしい準備の方でできるのをとても楽しみにしております。皆様もぜひお運びくださいますようお願いします。よろしくお願いします。